When the 12 disciples were called in the Americas, イエス・キリストはアメリカ大陸で十二弟子を召されたとき、こう命じられました。私は天におられるあなた方の父が完全であるように、あなた方も完全になることを私は望んでいる。救い主は他の誰にも全うできない使命を地上で果たされたばかりでした。それによって主はご自身と天の御父が私たちの従うべき模範であると、権威を持って宣言されたのです。人間的な考え方からすると完全になるのは到底不可能なことに思えます。しかし私たちが一人でないことを理解すると可能なことに思えてきます。人はいつでも驚くべき力強い助けを得ることができるのです。第一に、永遠の御父は愛に満ちた手を差し伸べて私たちが身元へ帰り永遠に共に住むことを願っておられます。また天の御父として私たちが自分の過ちや弱さ、罪を心から完全に悔い改めるなら心よく許したいと望んでおられます。さらに神の一人一人に対する深い愛を最大限に表す方法として、救い主がなさった比類なき技、すなわち贖いの結果に私たちを預からせてくださいました。贖いは御父の御心に常に従順であった御子により、私たち一人一人のためにもたらされた技です。主は預言者ジョセフ・スミスにこう啓示されました。私の戒めを守り最後まで耐え忍ぶならば、あなたは永遠の命を得るであろう。この賜物は神のあらゆる賜物の中で最も大いなるものである。この約束は成就できるものです。永遠の命とは天の御父や自分の家族と共に永遠に住むことです。そのことを考えると、約束された祝福を実現するために最善を尽くそうという強い気持ちにならないでしょうか。回復の夜明けを迎え、この驚くべき技が人の子らの中に現れようとしたとき、主はこう言われました。それゆえ、王神の務めにいでたとうとする人々よ、終わりの日に神の前に罪のない状態で立てるように、あなた方の心と精力と思いと力を尽くして神に仕えなさい。心と精力と思いと力を尽くすとは、全身全霊を捧げて働くということです。デビド・マッケイ大官庁は、このように言いました。絶えまず努力する人にのみ、豊かな報いがもたらされる。これらの報いは、イエス・キリストを信じる信仰を育み、神の王国を築くために、御心に従って働き、犠牲を払い、すべてを捧げる人々に与えられるものです。永遠の命を得て完全なものとなり、家族が永遠に幸福になるという神の約束が成就するかどうかは、私たちが一生を通じてイエス・キリストを信じる信仰を心から示し、戒めに従い忍耐し勤勉に努めることができるかどうかにかかっています。主は私たちにできないことを期待してはおられません。主のように完全になるという命令は、最善を尽くし永遠の御父から祝福された才能や特質を見出して伸ばすようにという励ましなのです。御父は私たちが神の子供として持っている可能性を理解するよう進めておられます。主は私たちの能力や限界をご存知です。完全になり永遠の命を得るようにという勧めとチャレンジは全人類に向けたものなのです。ベニヤミン王は、人が自分の力以上に速く走ることは要求されていないと述べた後で、賞を得るために勤勉に励むのは必要なことであると指摘しています。神は私たちに最善以上のことを求めてはおられません。そのような要求は正当でないからです。しかし、最善以下も受け入れられません。それも正当でないからです。常に最善を尽くして神と腹からのために努めましょう。
家族のために、また教会の召しを果たすためにできる限りの力を尽くしましょう。最善を尽くし、日々少しずつより良い人になりましょう。私たちはあらゆる点で救い主の恩恵に預かっていて、主の贖いがなければ救いと永遠の命を得ることはできません。しかし、この 最高の祝福を受けるには、自分がなすべきことを行う必要があります。それは私たちが自分の行えることをすべて行った後に、神の恵みによって救われるからです。信仰、熱意、献身、責任、そして愛を持ってできる限りのことを行い、不可能なことを達成するために全力を尽くしましょう。人の考えでは不可能な事柄を行うことです。しかし、御父の助けと救い主がもたらした無限の犠牲により、私たちは神や家族と共に永遠に住むという偉大な賜物を受けることができるのです。私たちはふさわしい状態で聖餐に預かることにより、バプテスマの水に入った時に、あるいは回復された福音の儀式を受けた時に、天の御父と交わした約束を思い起こして、新たにすることができるように祈っています。そして、伴侶や両親、子供、兄弟姉妹としての役割を果たす時、また召しを果たし、福音を分かち合い、人を助け、先祖の救いのために働くとき、さらに仕事や日々の生活の中で最善を尽くせるように祈っています。パウロのように、私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき工程を走り尽くし、信仰を守り通したと宣言できるように祈っています。そうするときに、私たちは御父が定められた要求を満たし、この世においても永遠の世においても、かつてないほどの祝福を享受できます。御父は私たちに全てを与え、永遠の命という最高の賜物を授けてくださるのです。人の目から見て完全になるのは達成できないチャレンジに思えても、御父と御子は不可能な事柄を可能にする道を教えてくださいました。そのことを私は明かしします。永遠の命を得ることができます。そうです、今も永遠にわたっても幸福になれるのです。この栄光あふれる約束を含む完全な計画を作られたのは天の御父です。御父は生きておられます。イエス・キリストは私たちを罪の結果から解き放つために、この世の罪の重荷をご自身に引き受けてくださいました。イエス・キリストは生きておられます。福音と真言は預言者ジョセフ・スミスを通して地上に回復されました。私たちは今日、神から召された使徒と預言者により、御父の身元へ戻る道を導かれるという大きな祝福に預かっています。モンソン大官庁はこの偉大な御業を導くために召された神の預言者です。イエス・キリストの御名により証しいたします。アーメン。